はい、どうもサンタです。皆さん、たくさんの励ましコメントや応援メッセージありがとうございました。そしてね、直接 DM とかメッセージで、くれた方々、本当にありがとうございます。オペ内容なんですが、無事うまくいきました。そして、体調の方もうまくいっております。はい、今回の動画は入院するの前後、オペのね前の日、そしてオペの日で、そのオペ後の動画をちょこちょこっとね、撮ったんで、その様子を今回上げていきたいなと思っております。で、オペ内容についてはちょっとね、いろいろと細かくなるんで、この動画の次回に、細かく伝えていきたいと思うので、よろしくお願いします。まあ、なんでこういう入院動画を撮ろうかなっていう風に思ったかというと、やっぱりね、その在宅に戻って車椅子ユーザーとかの障害ある人がね、入院するってなったらやっぱちょっと不安じゃないですか。だから僕のね、入院の仕方っていうのかな、まあ、準備していったものとか持っていくものとかね、その様子をこう少しでも参考になったらいいかなっていう思いで、動画を撮りました。やっぱりね、車椅子ユーザーってなるとね、その病院でのベッドへの異常とか、あとベッドマットですね、褥瘡ができないかとか、そういうような心配があると思うんで、今回そういうふうなことも考えつつ、入院したので、その辺もね伝えていけたらいいかなと思うんで、よかったら見てください。それでは過去に戻りましょう。よいしょー。はい、来ました、入院当日。もうね、すぐ病院がそこにあるんですけど、ちょっと緊張してきましたねでもね、ご飯食べてないんでお腹すいた。とりあえずはご飯食べてからだね。では行ってきます。頑張るぞ。おー、結構な荷物の量です。車椅子の下にも積んでます。見えるかな。よし、チェックインや、チェックイン。はい、初日はですね、入院手続きがね1時間ぐらいありまして、でその後採尿して、で採血して、その後除毛というね、すごく恥ずかしいんですが、僕がね今回オペする、内容でね、玉をね切らないといけないんで、その玉のね毛をこう剃らないといけないということで、除毛という、作業が入ってきました。ね、毛がなくなっちゃいました。で、今回は2日目に朝からオペやったんで、まあ、ちょっと早めに、準備したいってこともあって、2泊3日の入院になったんですが、まあそれで初日は終わりました。病院に持って行ったものはナーセントパッド、導尿セット、ナイトバルーン、そして着替え、パソコン。パソコンは事前に雨が降っていたのでやめました。部屋はこんな感じになっております。ティッシュとかタオルはレンタルでできるので何も持っていかずに行きました。見晴らしのいい窓際でした。すごくいい場所でした。ベッドの横のスペースはこれぐらい空いているので、車椅子ユーザーにはすごく楽なスペースです。ヘアマットはこんな感じでついていて、だいたい脊髄損傷とかお尻心配ある人はヘアマットをつけてくれるみたいです。すごく柔らかいです。すごく見晴らしのいいところで、ゴルゴ13だったら間違いなく狙撃されるだろうという場所でした。ベッドはこんな感じになっております。足元のね壁がどうしても僕の場合足が長いということで当たっちゃうんで、それで褥瘡にならないように気をつけておりました。ベッドの平さはちょっと小さめでした。病院食はこんな感じになっております。病院食って感じですね。で、部屋には僕の大好きなプリングルスも置いときました。食べなかったけどね。夜はこんな感じでライトが光って本が読めます。で、朝一からね、オペが始まるんですが、朝一はこんな感じです。今からオペです。なんで？まあドキドキはしないな昨日の方はドキドキしてて、そうなの、普通に寝れたし、寝れたよ。でも昨日の12時から絶対に血色だから、お腹空いてしんどくわりたい。では頑張っていきます。
このストレッチャーでオペ室まで運ばれました。顔がふざけてますね。無事終わりました。お疲れ様でした。見てこの格好。中途半端や。中途半端や。ああ構成がいいって。でもね、体調は問題今ないな、うん、今のところは大丈夫。元気ですね。お腹空いた。飲食は少ないかな。まあ、でもね、景色がいいとこやからね。あとは退院するのみです。無事何もないことになって。二日目なんですが、オペのね、本番ですね。朝から、オペがありまして、9時半ぐらいやったかな。9時半からオペがありまして、約1時間半ぐらいの、内容のオペでした。まあ、その内容とかはね、また、次回の動画ということで、見てもらえたらいいかなと思うんですが、そうですね、オペ後も別にこれといって何もなく、おとなしくベッド上で安静にしておりました。まあ、僕もね、こんな体なので、何が起きるかわからないっていうことでね、まあ、安全をとって、オペもね、オペのその日も、止まって、で、次の日に退院という形になりました。はい、退院しました。うん、嬉しいね。やっぱ退院っていう言葉はいいね。だね。うん、しかも天気が良くてね。退院日和。ね、まあこれといって何もなく無事終われたから良かったです。あったね。うん。まあなんかね、本当に体がちょっとしんどくなったとかそういうのも一切ないんで、まあよかった。よく寝れましたか？そうね、ぐっすりよ。ぐっすり早起きよ。だね。うん。まあちょっとね、ご飯がどうしても量が少なかったりとかするから、早速美味しいもん食べていきたいと思います。はい。ということで皆さんありがとうございました。3日目は別にね、これといって何もなく、無事退院という流れでいけたので良かったかなって思います。まあ全体を通してなんですが、やっぱね、ちょっとこの時期コロナ禍ということですごくね、お見舞いとかもね、来づらい状態ですし、もしね、熱が出たりとかすると本当になんかいろいろとね、大騒ぎになる時期なんでね、なんかすごく慎重になって、今回は入院してきました。だからちょっとその入院する2週間ぐらい前は、まあ、あまりね、こう人混みがいるところに行かないように、気を使ったりとかも、していました。オペしてね、別にこれといって形勢が強くなったとかそういうのもないし、なんか体調がすごくね悪くなったとかそういうのもないですね。傷口を見るとね、ちょっと本当になんか画像を見せたら分かりやすいんですけど、さすがに見せるとアウトなので僕の顔で表現したいと思います。傷口はね、こんな顔になってました。本当にね、うん、ちょっとした傷なんですけど 0.8 ミリぐらいの傷跡になっていて、まあ大きく切らずに済んだんで、よかったです。無事にね、精子も取れたということで、これからはね、スタートに立てたということで、またいろいろとね、僕たち夫婦で頑張っていかないといけないんですが、これからもね、応援よろしくお願いします。まあ、こんな感じで、入院の様子でした。次回このね、僕がしたオペ、テテというねオペをしたんですけど、まあ、この内容について深く入っていきたいと思います。ちょっとね、オペとこの入院と分けてやった方が分かりやすいなっていうことで今回は分けてみました。はい、ということで、今回はここまでで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。いや、 やっぱ家のご飯は最高ですよ。見てください、ここの子。
うまい。沖縄最高。